大阪アニカレ学びの集大成卒業公演新旧卒業作品ショーケース駅祭典春の演劇発表会が続々開催。声優学科15期生による卒業公演色彩乱舞くせ者たちの宴、アニメ声優コース2公演アニソン声優コース1公演声優アクターズコース1公演の4つの舞台でいろんな個性や才能という色彩を放った15期生が乱舞します。卒業公演色彩乱舞くせ者たちの宴は2月16日大阪アニカレ本館7階キャットホールで開催。入場感激無料です。漫画イラスト学科アニメーション学科総合学科の学生による新旧卒業作品ショーケース駅祭典見せたい世界見たい世界、各コースの学生一人一人によるブースでの個人作品やポートフォリオの発表のほか課題作品の展示や卒業制作アニメーションの上映もあります。新旧卒業作品ショーケース駅祭典見せたい世界見たい世界は2月15日16日大阪アニカレ学生会館1階2階で開催。声優学科16期生による春の演劇発表会、アニメ声優コース3公演アニソン声優コース1公演声優アクターズコース1公演の合計5つの舞台で声優学科16期生が1年間学んできた成果を発表します。春の演劇発表会は2月22日23日大阪アニカレ本館7階キャットホールで開催。こちらも入場感激無料です。詳しくは大阪アニカレのウェブをチェック。大阪アニカレ学びの集大成卒業公演新旧卒業作品ショーケース駅祭典春の演劇発表会にぜひお越しください。